塩塩村村彩香さん立憲社民の塩村でございますちょっと時間も、えー、かなり限られておりますの、ね、で、まずあの皆さんにお配りをした2枚のホチキスで配ってある方を見ていただきたいと思っております、これ、通告をしていないので、要望させていただきます、週末にあの通信社からです、ね、ニュースの配信がされました、これは急増する女性自殺者、データが語る非正規雇い止めとの残酷な関係という記事です、これ、ホチキス止めの方ですね。 でこ中身の右側を見てほしいんですよ、これ、失業したからといって、すぐに女性たちですね、非正規の方々、自殺に追い込まれるわけではなく、高くや支援などで生活を営むことはできるだろうと、まあ、それが1ヶ月、2ヶ月と経過するうちに、貯蓄が追え、そして追い込まれて自殺に至ってしまう、雇用調査の影響を最も強く受けた女性の非正規雇用者を見ると、より明確になると、完全失業者数の増加後に、約2ヶ月経って自殺者が増加しているのがわかると、まあ、このようなニュース記事が配信をされました。 私、これまでずっとこの内閣委員会で、休業支援金と、そして女性の自殺のことについて、ずっとずっと取り上げてまいりました。こうなるんじゃないのかと、こうなっちゃいけないということで、ずっと取り上げさせていただいておりましたが、やはりという記事が出ておりますで。休業支援金なんですが、昨年末で野村総研の調査によりますと、8割から9割の方が知らないような状況でした、そこで一旦締め切られました、その後延長していただきましたが、12月で終わった人もいます。 で2月に入っても、この休業支援金という制度を知っている人は、まだ半数にも至ってないんですよ、半数以上の方が知らないんです、で非正規を救えるのは、この休業支援金なんですよね、一義的には。今でも半数の人が知らないわけですから、3月末の締め切りです、これ、改めて延長することを要望しておきたいと思っております。 先ほどから議論聞いておりますと、GoTo トラベルや EAT などは、どんどん延長するということですよね、予算を取ってて、休業支援金もまだ8割以上ですね、9割台の九割ぐらい、予算残ってるわけですから、GoTo トラベルとどうしてこんなに休業支援金で差をつけるのかということは、本当に改めて要望しておきます。何何卒何卒本当にによろししくお願いをいいををたたまますす質質問問入らせててだきますえ質問の順番を変えて ままず西村大臣におお伺いいをしたいと思っております就職氷河期です、えー、就職氷河期について、この内閣委員会で私、取り上げ続けてきました。昨年11月の内閣,内閣委員会でも、旗振り役は西村大臣であるということを確認いたしまして、まあ、公務員採用の拡大、そして経済界とのパイプも太い西村大臣に対して、採用の要望を経済界にしてくれと、じゃないと、到底3年で30万人の請求行為は達成できないのではないかとお願いをしてまいりました。 そこで西村大臣おお伺いいいしたいと思っております資料9をご覧ください前回の,あのこの内閣委員会でも取り上げた件なんですが、2月21日の日経新聞です。ここには氷河期に IT 教育をして、NTT と、そして KDDI が300人の採用するとのことです。まあ、上場企業としての責務を果たすとても良い取り組みだと私は思っております。 西村大臣がこれ、経済界ちゃんと働きをしてくれた成果の一つのではない一つなのではないかという声も聞かれておりますが、ここ、働きかけをしていただけたのか、内容と実績を伺いたいと思っております、でですねまた内容についてもこれ、評価がとてもできると思ってるんですよ、なぜかというと、IT スケールをつけるためにですね、IT のリカレント教育をしていただけると、そして社内にとどまってもよし、また他企業で採用されるよう就職支援もするというような取り組みなんですね。 本来、政府がやっていくべきことではないかなという声も出ておりまして、私もそのように思います。11月7日の内閣委員会で提案をしました、これは河野大臣に提案をさせていただきましたが、公務員の就職氷河期の採用を拡大して、ですねスキルをリカレントや OJT で学ばせて、公務員として働くもよし、希望によっては民間の就職支援につなげてはどうかと要望させていただきました。 民間に負けよう検討をお願いしたいんですが、公務員採用のさらなる拡大について西村大臣のお考えはいかがか。えこの2点お伺いさせていただきます。西村国務大臣、えー、お答え申し上げます。えー、あのまずこのご提示いただいた資料の件でありますけれども、あの赤い線4行の下のところに。 え就労支援の NPO 法人の育て上げネット、東京立川市と連携するとあります、あの私ども、経済界にプラットフォームを立ち上げて、当然、いろんな機会を通じて私からも直接働きかけも行ってきておりますし、私どもだけで手が届かない部分、あるいは経済界がどういうふうにしたらいいのかわからない部分、これを NPO、 NPO に委託をする仕組みを作っておりまして特にこれは私どもの交付金から 立川市に行きまして、それを活用してこのような形で実績を上げてくれている例であります。ですので、あの政府だけで全てやろう、あるいは経済界だけでということに加えてですね、ということよりかむしろ NPO のあるいは地域の事情のよく分かった市町村ともしっかり連携しながら対応していければと思います。まあこれまでですね、例えばあの政経社員の経験がない方を正社員として雇い入れる場合にですね。 特定給食者雇用開発助成金、いわゆる特会金といわれるもの、これですでに2525 25人が正社員として働いて、これ後からお金が出るわけですけれども、それからキャリアアップ助成金、これについても、就職表期世代で2万7754人、それからハローワーク、全国に専用の窓口を設置をしまして、就職表明世代の方々に相談に応じているんですけれども、これを活用して7337人が、 採用をされておりますそしてこれも含めたハローワーク全体で就職世代への支援正社員に結びついた例として実績として7万2466人でありますので全体としてこの間約10万人の正社員化 あるいは正社員としての採用につながってきていると思います。これに加えて、先ほど申し上げた、この NTTKDDI の例ですけれども、全国72自治体に交付金を配布しておりまして、100事業を実施してきております。その一つの成果がこれでありますけれども、企業の合同説明会、あるいは企業へのさまざま支援も行ってきております。そして、こういったものを整理をしておりまして、本年5月を目途に、次回の全国プラットフォームを 開催すする予定でありますそこで、えー、しっかりと実績をフォローアップして、足らない部分は何なのか、検証もしたいと思っておりますし、引き続き経済界には積極的な採用をお願いしたいと思っております。そして政府の方もですね、えー、今回、えー、国家公務員中途採用の選考試験で、えー、就職氷河期向けの世代に対して、予定をしておりまして、157名を上回る199名の採用を,決定をいたし、ま、内定をいたしました。 えー、来年度、再来年度も毎年150名以上、3年間で450名以上の採用を予定しておりまして、既存の中途採用の選考と合わせて3年間で2000名を超える規模の採用を想定をしているところであります。えー、このコロナを機にですね 弱い立場にある方にしわ寄せが、先ほどの非正規の女性の方もそうでありますし、就職氷河期世代にもしわ寄せが寄っているものと思いますので、さらにこの点、政府としてもまず会より始めようということありますので、取り組んでいきたいと考えておりますし、行動計画を作っておりますので、引き続き経済界の働きかけ、また NPO の持っておられる力を最大限生かしながら、ぜひ一人でも多くの方が正社員化できるように努力をしていきたいというふうに考えております。 塩村彩香さん、はい、ありがとうございます。ぜひあのもう加速化してお願いをしたいと思っています。就職氷河期の方たち失われたもう20年30年と言われておりまして、企業に就職したい公務員になりたかったっていう方多いんですよね。そうしたところに就職ができる希望が叶うようにぜひよろしくお願、ね、いよろしくお願いしたいと思っております。西村大臣こちらまでで結構です。ありがとうございます。西村国務大臣におかれましたご退席いただいて結構です。 塩村あかさん。はい。続きましてあの不妊治療の件についてお伺いをしたいと思っております。これ女性が拡大になりましたもう本当にありがたいと思っております。保険適用まで。でまずですね精神的負担の軽減についてお伺いをしたいと思います。不妊治療は本当にあの身体的にも辛いんですがそれに加えて本当に精神的に追い詰められてしまいます。まあ、私自身も今あの自身が まああの本当に当事者なので、本当によく分かります、独協医科大学埼玉医療センターの杉本氏と小泉氏の調査によりますと、体外受精と顕微授精を受けた妊娠判定検査実施後の精神病の有病率は、女性の4人に1人ということです、そして男性は10人に1人、軽度を含むうつ病を発生していました、また女性の7人に1人、男性の20人に1人が、不安障害を発症しておりました。資料1をご覧ください 治療中に、ですね流産をされる方も本当に多いんですね、流産後に PTSD を有していた方は、1ヶ月後に29%、3ヶ月後に21%、9ヶ月後に17%、中度から重度の不安は、1ヶ月後に24%、3ヶ月後に32%、9ヶ月後に17%。さらに 中度から重度の鬱ですねこれは1ヶ月後で11% 3ヶ月後に8% 9ヶ月後に6%ということが分かっています資料にも合わせてご覧ください不妊治療が不成功に終わってから5年が経過をした後も子どもがいない元患者は養子縁組や自然妊娠によって親となった元患者と比べてですね睡眠薬の使用喫煙の頻度アルコールの摂取量が多いという可能性があって 離婚する可能性は3倍高いということが明らかになっていますこれ海外にも同様の調査があるんですがそちらのはより深刻な結果が出ていたということでしたまず厚労省にお伺いしますこのような結果といいますか現実知っていたか端的にまずお答えいただけたらと思います厚労省お願いします厚生労働省雇用環境金等局岸本雇用環境総合整備室長、はい、お答えいたします 不妊治療につきまして、経済的、身体的な負担だけでなく、精神的負担も大きいということにつきましては、さまざまな情報として承知をしております塩村彩香さん。はいありがとうございます。本当にあのこれ深刻なんですよ まあどうしてこんなにも多くの不妊治療の女性たちが精神病に陥ってしまうのかと言いますと、まあ、通常の妊娠であったとしても高齢になればなるほど流産をしやすくなりますが不妊治療になればなおさらで総妊娠周期に対する流産率は35歳でこれ資料3ですねご覧くださいこれ結構見たらグラフ見たらびっくりすると思います。 35歳で20.3%、40歳で35.1%、これ45歳になると66%と、実に3分の2の方がですね流産を経験することになります。資料4、ご覧ください。逆にですねえ無事に出産に至る率は、35歳で16.3%、40歳で7.7%、45歳では0.6%にまで下がってしまいます。 また、不妊治療を5回受けた時点で分娩に至ったカップルの割合は、女性の年齢が34歳以下の場合は60、60%には達したんですが、35歳から40 39歳は 4, 4割、そして40歳以上は1割にまで落ち込んでしまいます。これ、分娩に至らなかった中には、一旦妊娠をしたと喜んだものの、先にお伝えをしたように、実に3分の2が流産をしてしまう現実がありまして、悲しみを味わう人がどれだけ多いかがお分かりになっていただけると思います。 これが不妊治療をしている女性の現実です精神的にもつらい、仕事との両立は実に過酷、さらに不妊治療を受ける女性を追い詰めるのが、先週の内閣委員会でも取り上げました日本の中絶法でございます。流産の処置も全く同じ手法が使われているんです。資料をご覧ください。これ先週にもお配りいたたししました日本の中絶流産手術は 走破法を伴う手術が実に八割という、大変に懲罰的な手術を受けることになります。これ不妊治療とだから切っても切り離せない関係なんですね。で治療成績はもちろん走破法という手術が女性たちの心を傷つけていないか。これ私今非常にあの心配をしています。まあだからこそ私はカウンセリングは不妊治療が保険適用になったとしてもですね。必須なのではないかと思っています。今はあのクリニックの方でマストとして。 あのセットでやっているところが多いんですよね。まあ、ですから、保険提供になったとしても、私はこれ、伴走は必須だと思っています。カウンセラーと伴走する心のケアと同時に、ですねこの流産法、中絶法もですね世界のスタンダードに変えていく、女性たちの負担を減らしていくという必要があると考えますが、副大臣の見解をお伺いいたします岸本整備室長。 まずあの事実関係についてお答え申し上げます。 あの不妊治療につきまして、あの今ご指摘のとおり、年齢が上がることによって、流産等が上がるデータもあることは承知をしておりまして、それに伴う精神不適負担もまた大きいものと思っております。このような方に対応しますため、従来から不妊専門相談センターにおきまして、不妊や不育症について悩む夫婦の方々に対して、相談指導やあの情報提供などを行っておりましたが、令和3年度予算案におきまして、不妊治療、不育症の当事者団体等によるピアサポート活動への支援、それから不妊 不妊症、不育症,症の心理社会的支援に係るカウンセラーの不妊専門相談センターへの配置などを行います不妊症・不育症支援ネットワーク事業に係る費用を計上させていただいているところでございましてあのこういった支援を通じましてあの当事者の方に寄り添った支援にあの行ってまいりたいと思います。それから とカウンセリングにつきましても、あの今申し上げたあの婦人相談センター等において、あるいはその新しくあの要求をしております不妊症婦人症婦女支援ネットワーク事業を通じて適切なお金によりしてまいりたいと思っております。あの婦人流産に関する措置でございますが、これにつきましてはあのま母性の生命健康の保護が極めて重要でございまして、関係学会等とも連携しながら流産等に悩む方々への支援にとみてもありたいと考えております。 副大臣なありますか。はい。じゃあもう一回聞いて、塩村愛佳、はい、さん。ありがとうございます。あの本当にこれはあの急務だと思ってるんですよね。でここで改めて流産と中絶方法のおさらいを先週もこの内閣委員会取り上げましたのでしておきたいと思います。資料五の下のハイライトの部分をご覧ください。まあ日本の中絶方法は W H O に改善勧告をされているというほど遅れているんです。世界では政府アボーション これがどんどんとスタンダードになってきている、これは薬を飲むという方法で、この中では一番安全だということで、資料を見ていただいたらわかるんですがあの、ほとんどの先進国がこれを採用しているんですね。で、これ薬剤なんですが、ミフェプリストンというものと、ミソプロストールというこの2つを服薬するというのが、まあ、中絶と流産方法なんですが、損破手術、吸引手術よりもずっと負担のが体への負担が軽いと。 いう,ふうに言われております私も先週来よりずっと早く認可すべきだとお願いをしてきました。今後、どのような手順で進むのか、今の認可の状況を端的にお伺いをいたします厚生労働省大臣官房、山本審議官。お答え申し上げます。委員ご指摘のいわゆる経口中絶薬でございます、ミフェプリストンおよびミソプロストールにつきましては、 えー、ラインファーマ株式会社が有効性および安全性を検討するための検証的試験を終えたところと承知しております。また、追加的にこれらの薬剤の体内動態を確認する試験を実施する予定であると聞いております。今後、企業から製造・販売承認申請がなされれば、承認審査の中で有効性、安全性等を適切に確認してまいりたいと考えております塩村あ香かさん。 ということはまだしばらく時間がかかるということだろうというふうに思いますが本当にこれ長く待っていられませんのであの製薬会社の方から申請があったときには可及、ね、的速やかに検討していただくということが非常に重要だと思っておりますので、まあ、重ねて申し上げておきますのでぜひよろしくお願いいたします。えー、これで次の質質問問に移りますすこれ、まあ、なほぼ同じ質問なんですが これ保険適用に早くすべきではないかと私は思っています副大臣のお考えをお聞きしたいなというふうに思っていますこれ政府アボーションというんですが六十カ国以上でもすでに使用されているんですね先進国でで、日本は不妊治療を受け残念ながら流産をする女性が多いということも先ほどから伝えさせていただきました、まあ、こうした女性たちの身体的そして精神的の苦痛を取り除くためにもですね 早期に保険適用ととしてていいいたただきたいと思っています副大臣のお考えをいただけたらと思っております三原厚生労働副大臣、えー、今、委員がおっしゃるとおりあの、流産というところで、この中絶法というのは切っても切れない、えー、ということは、重々承知をいたしているところでございます。えー、またこの 胎児の死亡等による流,流罪に対してです、ね、あの薬事承認された医薬品につきましてはです、ね、これは企業からの薬価取材希望を受けて、中医協での審議で薬価取材があの了承されればです、ね、保険適用となるということだと思っております。 はい、ありがとうございますもう本当にその流れでぜひお願いをしたいと思います。多くの女性たち、身体的、そして精神的負担が重たいんですね、保険適用になった、不妊治療が保険適用になったら、本当に保険適用になるという議論は非常に好ましいものなんですが、その他の問題もたくさんありますので、一緒に一気に解決に向けていく方向で、議論をしていただければありがたいというふうに思っております。えー、あのいくつか、何人かの,あの産婦人科医の先生に聞きました。 このお薬ですね、まあ、ミフェプリストンはですね、30ドルぐらいだそうなんですよ、海外で買うと、そしてミソプロストールの方は日本ではまあの胃とかそっちの方の薬使われておりまして、1錠が31円だそうです、これ、合わせても数千円にしかなりませんので、これが8万円にも9万円にも10万円にもならないようにというところも重要だと思っております。ぜひそのあたりも一緒に勘案をして、 どのあたりの値段にしていくことが望ましいのかも、ぜひ一緒に検討していただきたいなというふうに思っていますあのこれ、よく産婦人科の方の収入源だということで言われる方も多いんですが、緊急避妊医か中絶に行くという印象をやっぱり変えていくということが非常に私は必要だと思っておりまして、女性の健康を守るために、全員が婦人科やレディースクリニックにかかりつけを持つということが必要だと思っておりますので、まあ、いい方向にこれをきっかけに切り替えていただきたいと思っております。 で残りの時間ですが、仕事と治療の両立についてお伺いをいたしますえ。治療のための通院は頻繁で、とても頻繁です、そして時期を定めるのが数日前だったりと、その時間もピンポイントになってしまって、まあ、じゃあ、翌日に来週に受診を変更しますというわけにはいかないんですよね、仕事をしている女性にとっては、予定管理が本当に難しく、悩ましい、これ、4人に1人が不妊治療退職をしているんですよ。 これ当事者になってよくわかります。本当に仕事なのか、それとも子供を持つことなのか、どっちを選べばいいのかっていう、本当にこれ、悩むんですよ、本当によく分かります。で、妊娠しているわけではないので、周囲への配慮もお願いしにくいという実態もあります。妊娠をしていても言い出せない方もいらっしゃいますよね。なので、なおさらなんですよね。で、治療は大量のホルモン剤、採卵手術、移植、そして残念ながら、 流産を経験するという方も多い、それだけでもつらいのに、これまで説明をしたような流産手術を受ける、かなりの負担を背負いながら、治療と、そして仕事との両立を女性たちは図っています。資料7をご覧ください。そうした現実に対応するため、厚労省は令和3年度より、両立支援等助成金事業をスタートさせます、両立支援担当者を選定してですね、担当者は不妊治療を受ける労働者の相談に応じ、不妊治療支援プランを 策定しますそれに基づいて、えー、こうした制度を5日以上取得させたことを条件に助成金が支払われるということなんですね、でこれちょっとあの厚労省にお,お聞きしたかったんですが、時間がないですので、あのちょっとはしょらせていただきます、これ、非正規の方にも使えるということでした、まあ、ここはあの改めて皆さんに周知をしていただきたいなというふうに思っておりますが、まあ、残念ながら使えない一部非正規の方もいるということも、あのこれ、ちゃんと周知をしていただきたいなというふうに思っております。 で私があのお聞きしたいのは、ですね支援担当者の仕事の範囲なんですよで、私の経験から申し上げれば、全く知識のない人がこのポジションについた場合、悪気がなくても事態が悪化するということが考えられます、極端な配慮でキャリアに同期と差をつけられる、またプライバシーを守りつつ、当事者が関与する管理職全員が知らなければ、知らない管理者から連絡が入って、ちょっと何か言われてしまうとか、いろいろあるんですよね。 一人一人に寄り添った対応はもちろん、支援員は社内での調整も必要です。まあ、こうしたことに気づかない人が担当者になったときには、さらなるストレスを当事者が受けることになります。こうしたことを防ぐため、あらかじめ、まあ、動画の研修とかパンフレットとか何でもいいんですが、支援担当者が受けておくべきだと私は思っています。厚労省はコンテンツを準備するなど、対策を考えるべきだと考えておりますが、何かやっているか、副大臣にお伺いをしたいと思います。 厚生労働副大臣、はい、委員おっしゃるとおりあの、両立支援と助成金の不妊治療・両立支援コースにおける支給要件の一つとしてです、ねえー、不妊治療のための休暇制度、両立支援制度を利用しやすい環境整備のために、両立支援担当者を選定することが含まれております。えー、このの両立支援担当者者が不妊治療を受ける労働者の気持ちに寄り添ってです、ねえー 担当者が不妊治療と仕事の両立についての知識を得られるようにするということはとても重要なことだと思っております厚労省としては事業主人事労務担当者向けの職場環境整備のためのマニュアルにおいてですね不妊治療と仕事の両立を支援する上でのポイントなどについて記載しホームページ等において周知しているほか 不妊治療を受けやすい休暇制度等の導入に取り組もうとする企業を対象とした専門家によるセミナーの実施などを行うこととしております。えー、両立支援担当者は、労働者の相談に対応することにあたり、これらのマニュアルやセミナーを活用することが望ましい旨を周知してまいりたいと思っております。 瀬村彦さん、はい、ありがとうございますぜひしっかりと進めてくださいえなおちょっと残りの質問なんですが時間がの関係でできませんでしたあ,しあの明日の災害対策特別委員会でやらせていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたしますありがとうございました